そうですね、クオッカみたいな、ちょっと変わった名前の車がありますね。本当だ、見ていきましょうか。なんか中もちょっとなんか変な感じだったんですよ。変っていうの、変っていうのは何ですか。なんか積み木みたいになってて、あ、かわいい。で、なんだろう、ここにほらレンジがあったりとか、中に装備が入ってる。これは冷蔵庫、おそらく冷蔵庫かな、開けれそう。あ、そうですね、引き出し式で、こういうのをこう積み木みたいにこうやってして、こうなんかフラットにするんですって。なんか学校っぽい。そうそうそう、ちょっとしたなんか学校思い出す。そうそう、学校の椅子の匂いがします。飛び箱みたいな。これ付属でベッドじゃないけどシーツみたいなのがいるのか。そうですね、多分このままだと痛いと思うけど、なんかなんでしょう。あ、振りました。この中見てください、なんかこう手作りの木の香りすごい。はい、ここもちゃんとこういう風な、全部天井も木になってて、なんか風呂みたいな、ヒノキ風呂みたいな感じ。ちょっと変わってる、これ何これ。あー、すごいな。ちょっとなんか手作りおもちゃみたいな感じ。特殊なこのキャンピングカー、結構お値段いい値段するんですよ。軽だけど450万約、まあまあ、そう、まあまあする。でも面白い、まあ、他にはないですよね。好きな人はめっちゃ好き。世界一幸せな動物クオッカの名前がついて、クオッカ。まずそのクオッカっていうのは知らないですからね。何が幸せなんですかね。ネズミ、普通にしてても口角が上がっている風に見えて、笑ってるように見えるのが世界一幸せな動物。あ、そういうことなんですね。クオッカ。あ、そう聞くとなんか可愛く見えてきます。クオッカ。不思議。なんか手作り積み木のおもちゃみたいな。あ、そこに全部展開図。あ、本当ですね。ああいう風に全部フラットになるんですね。電気だけでやるとすごくいい感じです。なんかロッチにいる。ああやってみたら確かに自然の中に行ったら超楽しそう。いや、自然の中で使いたい。あ、ちょっと別荘みたいな。あ、面白いですね。面白いですね。じゃあまたちょっとパネル版の車あったらまた取材してみましょうか。はい、他も見に行きましょう。パネル版って、ごめんなさい、ああいう風に組み立てるやつをパネル版っていうんですか。あ、この作りがパネル版って言って、はい、よくあの配送業者の方がよく使ってるんですよ。今だとあのAmazonとか個別で今宅配されてる方、個人事業主となってやってる方多いと思うんですけど、そういう方たちがよく仕入れる。あ、この車の、はい、車両作りですね、ここの。そうです。あ、で本来これ保冷とか、まあ、逆に冷蔵物とか運ぶこう内熱の入ったものとかもあるんですけど、まあ、そういう形は。私あの積み木がパネル版かと思いました。ああ、違う。次行きましょうか。次のパネル版。